川本茂次郎川本茂次郎昭和13年4月4日は日本の医学者眼科医帝国大学名誉教授医学博士日本近代眼科の父郷和孔道1888年プロイセン王国ベルリン市にて日本人留学生と、前列左より川本山根正次田口和美片山国吉美石黒忠則熊川宗夫。 小沢周一。中列左から森林太郎、竹島務、中浜東一郎、助方、千倉、島田竹次、谷口健、瀬川正俊、北里柴三郎、江口城。後列左から浜田玄達、加藤秋丸、北川お辻郎田島国土洋歌出身。半校慶子堂で、池田総案に学ぶ。13歳の時、和田垣健三らと共に、 京都の先輩の吉村虎太郎に連れられ上京。横浜在住の王子中江草作りがあったから、ドイツ語の学校へ通う。東京大学医学部入学。主席で卒業。卒業後は、同学部外科学教室の助手を務める。明治18年に、ドイツベルリン大学に留学。明治22年東京大学医学部、眼科学教室主任教授に着任。 明治24年医学博士の学理を初めて眼科で受けた。33年間その職にあって日本の眼科を先進国の水準に近づけさらに発展させた。大正11年大刊。妻の河本香里子は明治昭和秋のキリスト教伝道者である。ありがとうございます。